マクナリーはアメリカ合衆国の地図専門出版社。旅行用、参考資料用、商用、教育用など様々な目的に沿った地図、地図帳、教科書、地球儀などを扱っている。さらにオンラインでも一般消費者向けの街路地図や案内図、業務用の輸送経路最適化ソフトウェアや距離データなどを提供している。 本社はシカゴ近郊のイリノイ州スコーキーにあるが、カリフォルニア州アーバインにも支社があり、ケンタッキー州リッチモンドには配送センターがある。1856年、ウィリアム・ランドがシカゴで印刷所を開いた。その2年後、アイルランドからやってきたばかりの移民だったアンドリュー・マクナリーがこの印刷所に雇われた。ランドの印刷所はシカゴトリビューンが身の前身にあたる。 新聞社と大きな取引があり、やがて1859年に、ランドとマクナリーはトリビューン市全体の印刷を引き受けることになった。1868年に、二人は正式にランドマクナリー社を設立し、トリビューン紙の印刷部門を全面的に買収した。同社は当初、シカゴで急速に拡大を見せていた、鉄道事業を相手に、切符や、 時刻表の印刷に力を注いだが、翌年には、詳細な鉄道路線案内を出して、事業をさらに拡張させた。1870年には、事業はさらに拡大して、ビジネスディレクトリーやエイリ新聞、ピープルズ・ウィークリーの印刷が始まった。社内に伝わる伝承によると、1871年のシカゴ大化の際に、ランドマクナリー社は、大急ぎで印刷機2台を、 ミシガン湖の砂浜に持ち出して埋め、数日後には事業を再開できたという。ランドマクナリー社が最初に手がけた地図は、当時の新技術で経費を節減できたワックスエングレービングという突破の手法を用い、1872年12月に登場した鉄道案内図であった。ランドマクナリー社は1873年に株式会社化され、ランドが社長に マクナリーが副社長に就任した。地図に、小取引の企画に役立つデータを盛り込んだ、ビジネスアトラスは1876年に初版が発行された。この地図帳は、コマーシャルアトラスマーケティングガイドという名称で、現在も観光が継続されている。1877年には、市販書籍部門が創設され、 ザ・ローカスト・プレーグ・イン・ザ・ユナイテッド・ステーツなどが刊行された。ランドマクナリー社は、1880年から教育用の地図を出版し始め、最初の地図、地球儀、地理教科書に続いて、世界地図帳が刊行されるようになった。1884年には、雑誌「e クレット・オブ・サクセスという本を一冊目として、一般書の出版も始まり、1894年には、 教科書部門が設立されて、ザラント・マクナリー・プライマリー・スクール・ジオグラフィーが刊行された。同じく1894年には、カレブエス・ハモンドを代表者にして、ニューヨーク市に事務所が設けられた。後にハモンドは、自らの地図会社、ハモンド・マップを設立することになった。ランド・マクナリー社の最初の道路地図、ニューオートモビル・ロード・マップ・オブ・ニューヨーク・シティビシナティは、 1904年に刊行された。1910年には g s イピンから沿道や交差点の写真が掲載されたホトオートガイズシリーズを取得した。アンドリュー・マクナリーの孫でフレデリック・マクナリーの息子アンドリュー・マクナリー2世はこのシリーズのシカゴ・ミルウォーキー編で使う写真を自分の新婚旅行の途上で撮影した。ランド・マクナリー社は 出版事業を拡大し続け、ザ・リアル・マザー・グース・コンティキなど、自動書の分野でもベストセラーを出した。1914年版、ザ・ニュース・チューデンツ・レファレンスワークに付録として付けられた、ランド・マクナリー社製の地図。ランド・マクナリー社は、大手の地図出版社として、最初に道路に番号を付して表示するシステムを取り入れた。同社の地図制作者の一人だった、ジョン・ブリンクが、 このシステムを最初に編み出し、1917年のイリノイ州ピオリアの地図に用いた。ランドマクナリー社は道路番号を入れた地図を作成するだけでなく、道路沿いに自社が付けた道路番号を表示する標識を数多く設置した。このシステムは、その後、各州や連邦政府の道路行政当局に採用されるようになった。この頃、石油産業は、 アメリカ人に各地を自動車で旅行させて、より多くガソリンを消費してもらおうと、道路地図への関心を急速に広げていた。1920年、ランドマクナリー社は、ガルフ石油の注文に応じて、ガソリンスタンドで無料配布する道路地図を発行し始めた。1930年頃には、ランドマクナリー社には、 ジェネラルドラフティングと合社の2社が主要な競争相手となっていたが、合社社はランドマクナリー社の販売部門の代表だった人物が創業した会社であった。1924年に最初に発行されたラントマクナリーオートチャムは、やがて全米を網羅するラントマクナリーロードアトラスへと発展し、1960年には全面カラー版が発行され、1993年には、 完全にデジタル化されることになる。初版の編集に当たった地理学者ジョンポール・グードの名を冠したグッド・エス・スクール・アトラスは1923年に最初に発行された。この地図帳は高校や大学における地理教育の標準的な教材となった。後にグッド・ S ワールド・アトラスと解体され番を重ねている。1937年には 旅行代理店ラントマクナリートラベルストアの最初の店舗がニューヨークに登場した。この事業は1990年代には29店舗のチェーンにまで成長したが2005年には経費節減のために全面閉鎖に至った。長らくシカゴにあったランドマクナリー社の本社は1952年にシカゴ郊外のイリノイ州スコーキーに移転した。 1962年にケンタッキー州バーセールズに23名の従業員が働く30万平方フィートの書籍工場を設けた。1994年、この工場に世界で初めてコダック社製のコンピュータ自動製版システムが設置された。この工場は1997年に売却されることになったが、 その時点では1255名の従業員が働く100万平方フィートを超える工場になっていた。1963年、それまで存在していた地図投影法では全世界を直感的把握できるような表現ができないと考えたランドマクナリー社はアーサー・ H ・ロビンソン博士に新たな投影法の開発を移植しロビンソン図法を生み出した。この図法は 大変評判となり、全世界を表現する図法として広く用いられるようになった。1982年からは地図作成のデジタル化が始められた。1989年、ランドマクナリー社は所有していた膨大な量の地図のコレクションをニューベリー図書館に寄贈した。その後、合車社を買収して、その所有する地図類を所有することになった。 ランドマクナリー社は2002年の遅い時期に旧豪車社所有の地図類もニューベリー図書館に寄贈した。1980年代、1990年代を通して一連の企業買収と成長によってランドマクナリー社は4部門の事業グループで合わせて4000人を雇用するようになった。1899年以来ランドマクナリー社の株式を過半は マクナリー家に所有されていたのだが、マクナリー家は1997年に同社の経営から離れることを決定した。イリノイ州スコーキーの本社、食材宅配のピーポード社の本社も同じ建物に入っている。ランドマクナリー社は、創業以来株式は公開されず、ごく少数の個人や企業が株式を保有し、ほとんど株式売買も行われない、いわゆる ピンクシートの企業である。1899年にランドが引退した時、ランドは自らの持ち分をすべてマクナリーや他の役員たちに売却した。マクナリー家は1899年から1997年までの100年近くに渡って株式の過半を所有していたが、1997年に保有する株式を売却することを決めた。 この結果、ランドマクナリー参加のグループは、バラバラに売却されることになった。1997年1月、ランドマクナリー社は、ケンタッキー州、バーセールズとマサチューセッツ州トーントンで1700人を雇用していた書籍サービス部門を、ワールドカラープレス社に1億5500万ドルで売却すると発表した。同年二月、テネシー州ナッシュビルに工場を構えて、航空券や、 ニフラなどを印刷していたドクシストムズグループがシカゴの投資会社コードヘネシーシモンズに売却された。さらに同年4月にはナッシュビルやカリフォルニア州フリーモントのほか、アイルランドのシャノンやアジア太平洋地域で350人を雇用していたメディアサービス部門がスコットランドのソフトウェア会社マックイーンに売却された。こうした一連の売却の後残された。 出版部門は、ランドマクナリー社の中核である地図制作事業に絞られていた。1997年11月、マクナリー家は株式処分の最終段階として、ランドマクナリー社の過半にあたる株式を、あア,アインベスターズに5億ドルで売却した。こうした売却価格の大部分は、将来の利益を見越して押し上げられたものであった。あア,ア社は、 1990年代以末のインターネットバブルの中で、ランドマクナリー社のブランドによって、デジタル地図制作が大々的に広まり、一般投資家の関心を引き寄せることを期待していた。しかし、ランドマクナリー社は、新興のマッックウェスト社などに技術面で遅れをとり、ランドマクナリー社の負債は拡大した。2003年1月15日、ランドマクナリー社は、 事業を継続しながら再建を目指す連邦を倒産法第11章の定めによる再生手続きに入り、あや社の持ち分はレナード・グリーンパートナーズが取得した。2007年12月には以前から一部の株式を保有していたパトリアルク・パートナーズがレナード・グリーンや他の株式所有者の株を買収してランドマクナリー社の全株を保有するに至った。 イリノイ州スコーキーの旧本社社屋。この建物はイダクラウン11種アカデミーに売却された。ランドマクナリー社は創業以来シカゴに本社を置いていたが、1950年代にはシカゴにおける従業員が1000人を超え、大きな施設が必要になった。1952年、新たに2 8 3 0 8平方フィートの社屋がイリノイ州スコーキーの郊外に開設され、 事務所、印刷所、出荷、配送部門が一つ屋根の下に集約された。その後、数十年の間に印刷所と配送拠点は移転し、老朽化していく社屋はあまり活用されなくなった。2008年2月、この社屋はイダクラウン11種アカデミーに1100万ドルで売却され、およそ200人の従業員は2009年1月から、 スコーキーのショッピングモールウェストフィールドオールド・オーチャードに近いオフィスへと移ったカリフォルニア州アーバインの施設は1997年にトーマスブロズ・マップスを九州合併した際に獲得されたものであるランドマクナリー社はカナダの子会社をオンタリオ州マーカムに置いていたが2008年6月30日に新たに創立された カナディアンカーアーキグラフィックスコーポレーションに売却したウィリアム・ランドが印刷所を開業したのは1856年、ランド・マクナリー会社の正式な設立は1868年のことであった。同社が株式会社化されたのは1873年で、ランドが初代社長となり、マクナリーは副社長となった。1899年にランドが引退すると、 アンドリュー・マクナリーは社長職を引き継ぎ1904年に亡くなるまで社長の座に泊まった。アンドリューの息子フレデリック・マクナリーは父の死後すぐに社長となったが当時は自動車の時代が始まろうとしている時期だった。フレデリックが1907年に死去した後はその姉の夫ハリー・ビーチクロウが社長となった。1933年に社長は フレデリックの息子アンドリュー・マクナリー2世に交代し、その後はその後継ぎであるアンドリュー・マクナリー3世、4世へと事業は受け継がれ、1993年までは創業者一族が社長を務めることになった。1873年1899年、ウィリアム・ランド1899年1904年、アンドリュー・マクナリー1904年1907年、19 フレデリック・マクナリー・アンドリューの息子1907年1933年。ハリー・ビーチ・クロー・アンドリューの娘・ムコ1933年1948年。アンドリュー・マクナリー二世アンドリューの孫1948年1974年。アンドリュー・マクナリー三世アンドリューの創尊1974年1993年。19 アンドリュー・マクナリー4世アンドリューの現存1993年1997年、ジョン・エス・バカラー・ランド・マクナリー社の元 CFO1997 年1999年、ヘンリー・ジェイ・フェインバーグ出版部門の元代表1999年2000年、リチャード・ジェイ・デイビス、アール・アールド・ネイリー社や、ジョシ・ストムズ社の元役員2000年2001年、 ノーマン・イーウェルズ・ジュニア・ランド・マクナリー社の元 C.O.O.2001 年2003年マイケル・ヒッハーマグロー・ヒル・グループの元代表2003年2008年ロバート・ S ・アパトフオール・ステート社のマーケティング部門元代表2008年2009年アンジェ・ロー・ベルパトリアルク・パートナーズ社の IT プラットフィーム経営責任者2009年現在デイブ・マスカテル・ランド・マクナリー社は長い間に 様々な事業買収をしており、地図業界内の事業を吸収したり、新たな市場に手を伸ばしたりしてきた。ありがとうございます。